インドのマハーラーシュトラ州、サーターラー県の都市。かつては、マラーター王国の首都であった。都市名の由来に関しては、二つの説があり。一つは、単純に、バフマニー長の君主が建てた城の壁が17面で、あったこと、もう一つは、マーラー T5 で7を意味するサートと丘を意味する、ターラーで、サーターラーとなったとする説がある。サーターラーを攻撃する、アウラングゼーブルクは、 デカン地方を支配したラーシュトラクータ朝の支配下にあった。1296年にデリー・スルターン・朝の支配下になり、その後はバフマニー・朝およびその分子たるビジャープル王国の下で栄えた。1663年、マラーターの指導者シバージーに攻略された。その後、シバージーは1674年にマラーター王国を建国した。その後、 1699年にチェンジを捨てて逃げたラージャラームによって王都に定められたが、1700年に皇帝アウラングゼーブによって攻略された。1706年、マラーター王国はサーターラーを取り戻し、1708年にシャーフーが王座に就いた後は王都として発展を遂げた。1818 18年、マラーター王国は イギリス保護下のサーターラー藩王国となり、サーターラーはその首都としてあり続けたが、1848年に藩王が死ぬと、イギリス直轄領となった。1940年代、インド独立運動が盛んとなると、サーターラーは独立運動家の拠点の一つとなった。サーターラーは、北緯17度41分、統計73度59分、 北緯17.68度統計73.98度17.6873.98に一致している。ありがとうございます。